ね、生物暗記だって言われることは多いじゃないですか、はい、ありますね、生物暗記だ、覚えたらいけるみたいな、うん、どうなんですか、覚えただけでいけるのは多分基礎の段階だけだと思うんだよね。あ、なるほど、そうですね、実際国立とかさ、うん、まあ、マーチ以上のレベルになってくると、はいはい、武田塾教務主任の中森です。武田塾教務の高田です。中森先生、はい、今回は武田塾の参考書ルート2017年カリキュラムの生物のマーチレベルについて解説をしていきたいと思います、はい、まあ、マーチとか、まあ、中堅の私立医学部あたり狙いの場合ですね、うん、はい、はい、ではそのマーチレベルの、参考書のルートにかかる期間週数を教えてもらってもいいですか。まあ、このレベルで終わる場合と先に進む場合ですね、はいはいはい、なるほど、2種類あるんですね。そうですね、でこのレベルで終わる場合だったら、まあ、11週ですね、はい、はい、でじゃあマーチレベルで終わる場合だったら11週と、うん、じゃあ他の地方国公立とか総計とか、うん、東大とか行きたいってなった場合はどうしたいですか。この場合は8週間ですね、はいはいはい、うん、なるほど、じゃあ使う参考書も変わってくるんですかね、はい、はい、じゃあその参考書について教えてください。はい、どちらの場合でも1冊なんですけど、はい、まずそのじゃあマーチレベルまでの場合ですね、はい、が、1冊で、生物基礎問題成功ですね、はい、うん、基礎問題成功、うん、これかなり簡単なんじゃないですか。そのマーチレベル入っちゃってますけど、このトークはね毎回繰り広げられてますけれども、ね、はい、はい、理科の基礎問題成功は結構むずいんですよね。あ、なるほど、はい、マーチレベルなんですねちゃんと、うん、まあ、簡単なところから始まってるっちゃ始まってるんだけど、はい、ただね基礎問題成功は理科の場合ね入門問題成功とかもあったりするんで、はいはいはい、基本的にかなり、まあ、難しいところまで載ってるんですよね。でこれは一個一応その私立とか国立どっちも対応できるよとは言ってるけど、はい、論述がそんなに多いっていう感じでもないから、うん、割と私立向けかなっていう、特に生物だとね、うん、というわけで地方国公立ルートには入ってないけどもマーチルートのみ入れてるっていう形になるんですね、うん、なるほどですね、そうですね、いや僕この基礎問題成功のすごく気に入ってる部分が解説の充実度ですね、うん、やっぱり生物ってなんですかね、その周辺知識とかもしっかり押さえておかないといけないじゃないですか、うんうんうん、じゃあその1個の問題の回答が当たるだけじゃなくて、うん、その周辺情報とかそういったものが詳しく載ってるので、はい、そこの解説部分まで覚えるとか解説部分までちゃんと理解しておくってことが重要な参考書ですよね、はい、で結構週数長めに取ってるんですけど、はい、多分ねある程度基礎仕上がってる人はもっと早く終わると思いますね、うん、正直、うんうんうん、全然やれる人だったら1ヶ月ぐらいで走り切ることもできなくはないかなとは思うんで、うんうんうん、まあ丁寧にやった場合だと11週ぐらいかかるかなっていう感じですね、はい、はい、では続きまして総計とか、そういうマーチ以外の大学マーチより上の大学を目指す場合のマーチレベルのルートを教えてください、うん、はい、これはもう1冊ですね、はい、で使うのが、理系標準問題集生物ですね、定番中の定番ですけど理評ですね、略して、うん、なるほど、この理評はどんな参考書ですか。まあ A、B と難易度分かれていて、はい、でかなり解説が充実している問題集っていう感じですかね、うんうんうん、なるほど、うん、解説が充実してるんですね。で、まあ、前提としてリーガライトノートが終わってるはずなんで、はい、このループ言ってる場合だと多分ね初期段階でも特に A 問題は割と解けんじゃないかなとは思うんですね、うん、結構理評の A 問題ってかなりきそうですよね。かなりきそう、うん、なんで、まあ、リードライトノートと被る部分は多いかもしれないですね、うん、でこれが必修性ノートだと問題集あんまやってないから結構ねいきなりきついなっていうケースも多かったりするんだけど、はいはいはい、なるほど、うんうん、まあリードライトノートやったら多分ね、うん、ほぼほぼ A 問題はすぐにスルーできるんじゃないかなっていう、うん、ということは B 問題がポイント、ね、B 問題がポイントなのと、はい、あと A 問題も解けるだろうけど解説をちゃんと理解してるかどうかっていうのは結構、うんうん、特に実験考察とかね、はいはい、マッチ系がかなり重要になってくるかなとは思うんで、やっぱりその本番で使える力を身につけるっていう意味でこの参考書は非常によく使えるかなと思ってるんですよね。なるほどですね、うん、やっぱりその生物ってその、まあ、実験考察問題ですごくポイントじゃないですか、うんうん、まあ、総計の中でも、まあ、そういう難関大学の中でも、うんうん、知識だけじゃなくて実験考察とかグラフとかが与えられて考えさせる問題を出す大学も多いじゃないですか、うんうん、でそういう初めて見るデータとか初めて見る実験を前にしたときにどこまで自分の今まで知ってる知識と身につけて対応できるかっていうのがすごいポイントですよね、うん、そう、よくね生物暗記だって言われることは多いじゃないですか、はい、ありますね、生物暗記だ、覚えたらいけるみたいな、うん、どうなんですか。覚えられて覚えただけでいけるのは多分基礎の段階だけだと思うんだよね。あ、なるほど、そうですね、うん、さっきの思考力っていう話もそうですけど、まあ、読解力とかも大事だったりしますよね、はい、うん、長い問題文をしっかり読み解いて、うん、自分の知ってる知識と組み合わせて考えるっていうところがすごく大事になってきますね、
そういう意味で理系標準問題集の B 問題のレベルまでしっかりやっておけば、そういう力もおのずと対応できるって形ですかね。そうですね。まあ、ただ問題を解くだけじゃなくて解説とかも読み込んで、はい、まあ、自分で解けるように仕上げていくと。なるほど。答えがあったるだけだったらダメだよと、はい、いうところですね。はい、わかりました。でそれをしっかりやって、あとは総計だか、南関大学の過去問に取り組んでもらえたらいいよと、はい、いうところですね。ですね。はい、今回は以上です。武田塾では無料受験相談を受け付けています。受験について何か悩みがあればいつでも僕のところに質問しに来てください。質問しに来てね。はい、そんな受験相談のお申し込みはこちらで、はい、我々2人プラスあと高田くんで、高田先生、若手が送る若手 TV、 これが始まりましたね。やばいっすね。そう、こちらはですね、ちゃんとこちらから見えます。はい、最後ですね、やっぱりチャンネル登録してほしいじゃないですか。そうですね、皆さんこちらからチャンネル登録の方もぜひお願いします。お願いします。